塩見隆弘は大阪府守口市出身のプロ野球選手。左投げ左打。東北楽天ゴールデンイーグルス所属。小学校時代に守口久太スポーツ少年団に所属して野球を始め、中学時代は守口シニアでプレー。当時は身長160センチメートル足らずで、主に外野手としてプレーしていた。一歳上の兄が進学していた愛媛県の帝京第五高等学校へ進み、投手に転向。高校3年間で身長がおよそ20センチメートル伸び、同時に球速も上がり県各市の左腕として注目された。3年夏には県ベスト8に入り、1回戦に13者連続含む打者16人から14個の三振を奪い、5回参考記録ながらノーヒットノーランを記録。八戸大学では、みちのくのドクター K と呼ばれた。しかし1年時は腰痛により登板がなく、2年春に先発として起用されたが7月に腰の疲労骨折を負い秋季リーグは再び欠場。腰の故障に悩まされ、一時は野球をやめようと考えることもあったが、父親に4年間続けることに意味があるんだと説得されて踏みとどまったという。3年春からローテーションの一角として活躍。4年春には防御率 0.00 のリーグ新記録を達成し、全日本大学野球選手権大会にかけて55イニング、無失点をマークし、佛教大学戦では大野雄大との投げ合いを制した。大学時代の監督との面談で、プロに行くなら何巡目で行きたいかと聞かれた際に、何巡目でもと答え、バカ。なんで一巡目って言えないんだと言われたのがターニングポイントとなり、ランニングがきつい時など、プロに行くと言いながら走るようになったという。ドラフト会議4日前の10月24日には明治神宮野球大会東北地区決勝で、東北福祉大学を相手にノーヒットノーランを達成した。大学の同期には、秋山翔吾、1学年後輩には、田代翔太郎がいた。2010年のドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスと東京ヤクルトスワローズから1位指名を受け、抽選の結果、楽天が交渉権を獲得し、入団。背番号は11。2011年、開幕は腰の痛みもあって2軍で迎えるも、イースタンリーグで6試合に登板して2勝1敗、防御率 2.33 の成績を残したことから1軍昇格。プロ入り初登板初先発となった5月5日の福岡ソフトバンクホークス戦で6回を投げ4安打、無失点でプロ入り初勝利。新人としての初登板初勝利は2009年の井坂亮平以来球団史上2人目、同年の新人としての初登板初勝利は4人目であった。7月16日のオリックスバファローズ戦では、プロ初完投勝利を挙げた。先発の投数が揃わない中、田中将大と共に先発ローテーションを守り続けて、規定投球回に到達。9勝9敗、防御率 2.85 という好成績を残した。これにより、塩見は球団史上初めての左腕投手の規定投球回到達となった。しかし一発に泣くことが多く、リーグワースト2位の14。新人王には、牧田和久に次ぐ得票数2位で選出されなかったが、特別表彰として優秀新人賞を受賞した。2012年4月3日のソフトバンク戦でシーズン初登板でプロ初完封勝利を記録し、同時にチームの連敗も3で止める活躍をした。その後の交流戦以降の試合では5連敗を喫し、大量失点する場面もあるなど、不安定な投球が続いていたが、7月6日の西武戦では、同日に先発予定の田中将大が、右脇腹痛で先発回避したのを受けて、緊急で先発登板をし、5回2失点に抑えて1ヶ月半ぶりに白星を挙げた。オールスターゲームには出場辞退した、唐川優己の補充要員として選出された。その後は先発ローテに復帰できず、6勝10敗と負け越し、防御率は前年よりも1点近く悪化し、規定投球回にも届かなかった。2013年、オープン戦期間中に、左肩の痛みが発症。8月に2軍で実戦復帰したものの、一軍での登板はなかった。私生活では7月に結婚した。2014年、開幕一軍入りを果たし、3月29日の西武戦で先発、8回2失点で1年9ヶ月ぶりの白星を挙げた。防御率こそ4点台と振るわなかったが、ほぼ年間を通して先発ローテーションを守り、8勝7敗と自身初となるシーズン勝ち越しを達成。2015年、開幕から好投しても打線の援護がなく、なかなか勝ち星がつかなかった。5試合目の先発となった4月28日のオリックス戦でようやく初勝利を挙げ、次の登板でも連勝するが、再び勝ち星から遠ざかり、7月22日の日本ハム戦で19点の援護をもらい3勝目を手に入れた。その後は登板がなく、7月29日に一軍登録を抹消され、9月18日に先発で復帰するが、初回に4点を失い、わずか1回で降板した。2016年、開幕からシーズン終了まで先発ローテーションを守り、ルーキーイヤー以来となる規定投球回に到達した。シーズン終了後、これまで使用していた11を埼玉西武ライオンズから FA で移籍した岸孝之に譲渡。11月19日、背番号を17に変更することを発表。2017年、腰痛の影響で1年の大半を2軍で過ごした。1軍ではわずか3勝しか挙げられなかったが、福岡ソフトバンクホークスとのクライマックスシリーズファイナルステージでは第1戦で先発登板。6回1失点で勝利投手となった。2018年、自身5年ぶりとなる無四球完投を挙げるも、腰痛の影響で1軍では前年を下回る2勝にとどまった。この年椎間板ヘルニアの手術を行った。2019年、手術の影響でまたしても一軍でローテーションに定着することはできず3勝にとどまった。2020年、2016年以来となる開幕ローテーション入りし、規定投球回には到達しなかったが、チーム3番目の84回1、3を投げた。しかし、防御率は 4.80 と低迷し4勝8敗と負け越した。投球フォーム阿波野秀幸を彷彿とさせるフォームから、投げる平均球速約時速 139km、最速時速 146km のストレートと、時速 100km 台のカーブ、ストレートと同じ軌道で手元で変化する時速 120km 台、後半のスライダー、フォークを投げ分ける。2015年の BB 級は両リーグを通じてトップを記録している。しかし、一発病と評されるほど被本塁打が多く、被弾をきっかけに失点を重ねて降板してしまう試合も少なくない。女性人気が高く、結婚する前の2012年2013年と2年連続でバレンタインデーにチーム内で1位となるチョコレートが届けられた。2013年11月に結婚を発表した際、チームメイトの詳細祐介も同時に結婚を発表した。しかし、日刊スポーツが楽天は27日、塩見隆弘投手と小西祐介内野手が結婚したことを発表したと報じたため、塩見と詳細が同性婚したのかと思ったとネット上で話題となった。投手記録打撃記録その他の記録。ありがとうございます。